じゃないの、なんか初めてじゃない。小西議員が朝日に激怒、そのツイートがこちら。これはあまりにもひどい、フジテレビのオフレコ発言の切り取り報道による名誉毀損に対する一被害者としての公弁と、磯崎補佐官の放送局の番組編集権への介入発言を同列に並べている。朝日の政治部はここまで劣化しているのか。産経でさえ一部記載のあった発言の真意の説明がゼロの放送だった。朝日の官邸記者クラブは何らかの圧力を受けているのかもしれないが、こうした記事はやめるべきだ。朝日までこんなことをし始めると日本社会はどうしようもなくなってしまうとツイートしていました。まさか朝日からも見放されるとは思っておらず、朝日までという言葉を使ったのでしょう。そして小西議員の言う圧力という定義が未だによくわかりませんね。これが本当の圧力だと思いますが。だからそれはもうその大沢さんもあなただったら申し訳ないけど、あなたに対してね。大橋さん、まあ、非常に残念ですけど、だからそこにも書いてある通りで、論説委員やあるいは編集員堂々と議論しようと言ってますよね。やればいいじゃないですか。私もいやこういうこれこそまさに圧力でしょ。圧力じゃないですか。圧力じゃないですか。法的措置を取っていくという内容。これでも圧力ではないなら何が圧力なのやら。このように小西議員は現時点でも全く反省の色が見えず、このまま野放しにしておくと立憲民主党の評価も下がる一方なので、泉代表は早く小西議員を辞任させた方が党のためだと思いますが、立憲民主党の原口議員と共産党以外は誰も助けてくれず、挙句の果てにはお仲間だと思っていたマスコミからも見放される小西議員、一体いつ辞職するのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。